はい、ただいまクーヘンです。ただいまですね、都営住宅西新井6丁目アパートというところに来てますね。これ6号棟ありますので、7号棟ですね、今から向かいたいと思います。ちょっとですね、外観皆さんにお見せしたいと思います。1号棟からですね見せたいと思いますけども、一応こんな感じですね。こんな感じのフォルムです。ここに、集会場ですかね、がありましてですね、ここ2号棟になりますけどね、ちょっとこれをちょっとぐるっと回りたいと思います。いきます。ちょっとね、大きさはこんな感じですけども、ちょっといきましょうね。なかなかですね、この1号棟もうこれもですね、もう撤退がでね、いつか来ると思うんでね、ちょっと行きたいと思いますね。ぐるっと形で回るとこはそんなに、これはね、後付けのですエレベーターですね、エレベーターは点検されてますね今。このですね、この鉄のこの手すりのところは渋いですね。昔のザ団地ですね。まあこういう感じですけどね、フォルム的にはですね。ちょっと行きましょうかね。ぐるっと行きまして。もうシンプルなベストって感じですね、この団地群は。はい、で次はですね2号棟ですね、ちょっと行きますか。はい、行きましょう。まっすぐ行くだけですね。まっすぐ行くだけです。で、元4団地が確か4階しかなかったと思うんで、多分それよりはですね、新しいと思いますけども、エレベーターはですね、昔なかったんですけども、後付けでね、ついてますね。で、そこの、何でしたっけ、このやっぱり電話ボックスもなかなか今見られない渋いですね、建造物と言いますね。この電話ボックスですね。でそこに公園があります。まあこの2号棟が、まあ、こういう感じですね。まあこういう感じのフォルムはなかなか見られないですね。ちょっと行きましょうか。でこっち行きまして、これ公園がありますね。これ憩いの場の公園ですね。でそこがですね3号館なんで、3号館はこのまま取ります。行きますね。目の前が、西新井第一小学校ですね。西新井第一小学校でございます。西新井第一小学校、西新井小学校とまた別なんですよね。タイヤバームクーヘンですね、すげえ風邪ひいちゃってましてですね、2日寝込んでましたね。マジで真相になりましたよ皆さん、マジ真相になりました。で一応復活しましたんで、
今日病み上がりの、ね、第一弾ですね。ちょっと車が来るんでやり過ごします。一旦これがですね、そこにもですね、都営団地のですね案内図がこんな感じでありますね。ちょっと逆光になっちゃってますかね。逆になっちゃってます。案内図があります。じゃあちょっとこっち行きますね。こっち抜けられねえな。一回これなんか抜けられなそうだ。ちょっとこっち行くか。なんだこれ、このなんかいびつな動き方のやつ。4号館なんですけど、ここはですねちょっと4号館が行き止まりですね。4号館行き止まりになったよね。ちょっと行けなそうなんでね、こっちから行きましょう。こんな感じです。こんな感じです。4号館ですね。このまま真っ直ぐですね。逆光になりますけども、これ4号館ですね。ちょっとこのまま行きましょう。このパイプのですねやつが結構渋いですよね。ちょっと行きましょう。豪華こっちですね。行きます。後付けのエレベーターですね。エレベーターです。これ5号館ですね。じゃあちょっと6号館ですね。行きましょう。まあこんな感じですけども。でもちょっとね、住宅が建ってるんでね、ちょっとなんか、一方通行ですね。ここはなんか、突っ切ってないですね。突っ切れない状態の、なんか、あれになってます。6号館ですね。こっちが行けるのかな。こっち行けそうですね。ちょっと行きますか。
最後は7号館でエンディングを迎えたいと思います。7号館ですね、集会場もあってですね、6号館あって、こういう渋い方もですね、もうなかなか現れないと思いますよ。沼滝の貴重なですね建物なんで、目に残しておいてくださいね皆さん。こんな感じですね。はい、では皆さんですね、こちらが西新井6丁目団地ですね。これですね、ずらーっとですね、1から7までずらーっとですね並んでおります。ちょっと逆光なんですけどね。はい、どうもありがとうございました。はい、台湾空編です。先ほどのですね、最後ちょっとおまけをお送りします。これすごいだんだんで続いてますよね。今これが1号棟、2号棟、3号棟、4号棟って感じでだんだんで、続いております。ちょっとこう行きましたですね、これがですね、記念碑って書いてあります。記念碑、大正な8年4月、法華園ですかね、法華園なんか、石碑がここに綺麗にありますね。これは何でしょうね。こういう感じで目の前が公園ですね。目の前はこれ1号館ですね。ここ1号館の前ですけども、皆さんの渋いですね思い出があるかと思いますけどね。ここが1号館の真ん前ですけども、でフォルム的な一応こういう感じですね皆さんですね。こんな感じの作りです。麻生美容室がありまして、横にはですね、野菜果物、下村製菓店もあります。今もうないと思いますけども、はい、こんな感じのやつがあったんで、ちょっとおまけでですね。で、あっちの端っこの方には西新井第一小学校が控えてました。はい。では、この正真正銘最後ですね。西新井6丁目アパート、ありがとうございました。